目つき悪いなこの人。キャハハ、高級室だ。え、重っ。もうあんなとこに。アウト。サード正面がギリギリ。なんやあいつ、どんな足しとんねん。くそ、ヒット一本損した。このいい加減に。ボール、おいおい、今の何球ファウルだ。10球は粘ってたろ。重くていい球投げるね。こっちはみんな体動かないし、向こうのピッチャーにも疲れてもらわないとね。ダッシュ！なっ！受けろ！ナイスバント。フルスイングしながらもきっちり右方向へのヒッティング、これがジュンさんとゾノの違いなんだな。タカシ！個性的な選手が揃ってはいるが、やはり聖堂の選手はみんな体が重そうやな。むしろこっちにとっては好都合。この遠征でたっぷりと自信をつけて帰らせてもらいましょう。よっしゃ、舞台は整ったぞ。ぶちかまぜ鉄。来た来た来た、レフトフェンス直撃のタイムリー。さすが鉄、頼りになるぜ。あかん、こいつは別格や。まともに勝負したらあかん。この回1点止まりか。けどなんつーパワーだ。あんな高く上がったピッチャーフライ見たことねえぞ。相変わらず変化球には弱いわね。ですね。マスコ先輩力みすぎ。